日はこちらゲームセンターの超大型店にやってきました。景品を10個取るまで帰れませんって言いたいと思います。2人で10個やからね。うん、5個ずつ。5個ずつ取れたらいいね。で、まあ、上限一応決めとかないといくらでも使っちゃいそうなので、一応お金の上限としては1万円を上限としたいと思います。それでは早速、レッツゴー。はい、じゃあ今両替終わりましたので、5000円ずつに一応分けました。ちょっと重いね。ジョロジョロ。じゃあ早速、何から行こうかな。次行きますか？
優しいね。マトちゃん、マトちゃん、そうそう、
ところまで帰るまで終わりました。でアリスが次はブードを言ってますので、もう今日はシンプルにプレイゲーム1万円企画にします。あと残りいくらやった？1100円で、あといくらですか？300円。あと300円しかない。じゃあアリソンが欲しいやつどれですか？行きましょう。トマト、トマトがいいの？はい、ひんやりトマト。レジ丸帰ってきました。どうぞ。いい？いいよ。いくよ。終了です。もう泣かないで。もうはい、取れた景品見せてください。1、2、3、5という結果でございました。1万円。餅って何？餅このパンダ持ってきてたん？皆さんこんにちは、すみこチャンネルです。それ探しに行きなもん。
るかも。タレパンダみたいなやつやな。あここに入れといたらよかったな。連れてこない方がいいんだよ。Yeah.